にちは、リカリコでーす。リカリコ、ストレスが溜まっております。ストレス溜まっておりますというか、うん、今日は絶対いっぱいお金を使ってやろうと思って、うん、外にお出かけしたんですよ。リカがそうやって言って出かけたから、うん、リコはそれに乗っかろうと思って、うん、はい、まあ春服とか欲しかったし、今日は一日休みだったので、うん、二人でカフェも行ってお出かけしてきて買ってきたものがあるので、それを紹介したいと思います。でもめっちゃ買ったよ、リカ。な、リカめっちゃ買ったよな。そう、一緒に行ったんですよ、全部。あ、そうやな。で、アットコスメ、うん、に行ったから、まずそのアットコスメから。シカスリーピングマスクです。これ大好き。ナイトクリームで夜寝てる時に保湿してくれて、うん、水分を入れてくれるクリームなんですけど、これ一つずつこんな感じになってて、めちゃくちゃ入ってるの、容量超多いよな。そう、めっちゃ多くて、半分に分けてもこれ1本で2日とか全然いけるんやけど、うん、寝とる時って一番大事やと思うから、うん、これはもう欠かさず1本使ってます。え、マジ使ってるよ。そうなん。これ使わないとリカは朝のツルツル具合全然違うくって、ほんまにめっちゃいいこれ、うん。じゃあ続いてリコね。はい、こちらキールズの UFC クリームです。昨日なくなったんです、ちょうど、うん、大好きで毎日使ってるので、なくなったからすぐ買いました。クリーム系とかで朝塗らん人も多いと思うけど、うん、これはベタベタあんまりしないので、うん、それがすごく好きで、しかも保湿もしてくれるので超使ってます。じゃあこれは2人で使うように買ったんですけど、うん、これもなくなったのでもう1個買ったんですけど、だいぶ前に買ったよな。そう、シカマイルドフォームクレンザー、これもう見て分かる通りめちゃくちゃでかいんですよ。で、こんな容量で1800円で売っていいのって感じ。めっちゃ泡立ちよくてモコモコになるから、それはめっちゃいいし、うん、突っ張ったりはせん。うん、しやんしやん。で、こちらラローシュポゼの日焼け止めです。これね、なんかニューって書いてあったんよ。マヨちゃん、うるさが肌ですって書いてあるんだけど、テカリを防止してくれるみたいな書いてあって、え、めっちゃいいやんと思って、うん、ちょっとこれ新しく買ってみました。日焼け止めを塗らないと将来大変なことになるっていうのをね、うん、聞く機会があって、化粧はするから大丈夫やろっていう気持ちやったけど、うん、日焼け止めもね塗るようにしてます。今やったら花粉とかからも守ってくれるから、うん、なるべくこうすっぴんですごくする日とかも日焼け止めだけは塗るようにしています。じゃあ次、これ CNP ビタセラムと CNP ビタソリューションマスクの1枚になってるやつ、うん、これリコ前アットコスメの購入品でリコが紹介してて、うん、その後リカも1枚のやつで買って、うん、1枚のがめっちゃ良かったから今回買ったんですけど、これもそんなに高くなくって、これは5枚入りですね、うん。じゃあ次リコラストです。はい、こちらこれは何て読むのやろ、ティーゼンかな、レモン昆布茶です。これめっちゃ美味しいよな。これめっちゃ美味しくて、うん、10本入って1000円もいかんかったと思うんやけど、うん、ダイエットとかする人やったら置き換えとかもできるし、うん、こうカロリーを抑えて栄養を取りたいとかっていう人にもおすすめっていうので、前にも飲んでたことがあって美味しかったから今回も買ってみたんですけど、ちょっとリコ最近肌荒れやばくって、うん、何が原因かわからんから、ちょっとビタミンなのか保湿なのかわからんけど、ちょっとこれビタミンとか入ってそうやんか。ビタミンやろ。ビタミンやろ。絶対パッケージビタミンやろ。だからちょっと摂取してみようと思って買ってみました、うん、粉末入れて水で割ってもこれ炭酸のジュースやんってぐらいシュワシュワする、うん、そうやから、まあ、朝とかに飲むといいんかな、うん、ちょっとリコも調べて、あの飲み方とかね考えてやってみようかなと思ってます、うん、これリカめっちゃ欲しかったやつ、うん、ナンバーズイン角質すっかりケアトナー、すぐニキビできちゃうからなんかないかなと思って探してて、うん、でも最近はニキビよりもニキビ跡が気になるので、うん、ニキビ跡に効くやつないかなんかなと思って調べてたら、なんか YouTuber の方が紹介してて、拭き取り化粧水で洗顔してその後に拭いて、その後に化粧水普通のやつ使うって感じの先に使うやつなんですけど、朝夜両方使うといいって書いてあって、あ、これを使ってからニキビができなくなったって言ってる方がいたので、うん、ちょっと買ってみようと買ってみたんですけど、リコも買おうと思ったんやけど、うん、リカのでラストってね、そうそう、リカが先に買ったんで、そうそうそう、うん、今日から使うのでまたよかったら、あの紹介したいと思います。リコも買おう、うん、じゃあとりあえずアットコスメさん終わりで、はい、じゃあ服紹介しますね、はい、じゃじゃーん、原宿にあるアトモスピンクさんに行ってきました。はい、じゃあ
こんな感じ。めっちゃ可愛くない？可愛い。これはね、8600円くらいやったんですけど、うん、春らしくって、これはもう一目惚れでしたね。でも顔写りいいのはやっぱ白かなと思って白にしてみました。ゆりかも一緒のところで、うん、これもめっちゃ可愛い。超可愛いから。ちょっと形にどんな？そう。アグ、うん、で買いました。これはお値段が8800円。うん。じゃーん！可愛い。超可愛くない？うん、リカも色でめっちゃなるんだよね。そうなんです。リカさ、真っピンクって感じ。真っピンクの色味があって、うん、今年の春のトレンドカラーはピンクなので、うん、なんかちょっとピンク、うわー、かわいいって思ってんけど、なんか顔に合わせた感じが、うん、白の方が顔写りが良くって、うん、その単体ではめっちゃ可愛かったんやけど、自分が着たらなんか似合わせやなと思って、うん、両方買いたいぐらいやったけど、迷いに迷ってこっちにしました。うん、じゃあ続いてリコザラで、はい、購入しました。今日もザラないかって思って帰ろうとした時に、かわいいって思って買った。ジョンジョジョーン、かわいくない？これかわいい。大きめサイズ、めちゃくちゃ大きめサイズのジャケットなんですけど、うん、はい、これサイズはね M から L って書いとってんけど、うん、リコが着ても多分ワンピースぐらいで着れる感じの、うん、長さで、これ1枚で着て足出して着ても可愛いと思って、ブーツとかにも合いそうじゃない？めっちゃ可愛いです。こちらリコ以上ですね。わー、じゃあリカ続きになっちゃいますね。はい、じゃあ洋服、はい、こちらスライで買いました。今日はもう買うって決めとったから、うん、1着で終わらせたくなかったから、うん、何かを買いたくて、うん、で入ったら可愛かったので買いました。じゃーん、こちらリカにはこのオレンジかオレンジのボーダーが似合うと思いますって言われて、あ、そっかと思って、うん、黒とオレンジのボーダーもめっちゃ可愛かったんやけど、なんか黒とオレンジの組み合わせってさ、うん、ちょっときつくない？あー、確かにそういうイメージ。なんかそうやから、なんか優しいイメージで降りたいからちょっとまあまあ優しいイメージではない優しいイメージではないけどさ、うん、ちょっと印象強いなと思って、うん、だからこの名もなしのノーマルのオレンジにしたんですけど、リカこういうさピタッとした系好きやよな。めっちゃ好きリカな、うん、じゃあじゃあラストですね。袋も大きいんやけど初めてこんな大きかった。みんなにおすすめしたい、うん、こちらめっちゃいい。じゃあリカこんなに買っちゃうぐらいおすすめです。めっちゃみずみずしくあの肌をしてくれるやつで、うんうん、これはずっとストックしておかないとちょっと心配なぐらい、うん、これめっちゃいいのほんまに、うん、友達とかにもめっちゃこれいいでって言っておすすめしてるぐらい、うん、でもみんないいって言うの。そう、その友達とかもめっちゃ買ってて、うん、あのめっちゃ良かったってみんな言うんやけど、で5枚買いました。で続いてイニスフリーブラックティーユースローション、これ乳液です。こっちがブラックティーユーススキン化粧水です。ずっと肌にさ一緒のものを使っとるより、なんかコロコロ変えた方が肌が強くなるってよく聞くので、うん、なんかちょっと変えてみようと思って何も調べずに買ったんですけど、うん、このシリーズで出てるパックがあって、うん、400円ぐらい1枚400円ぐらいのパックがあるんですけど、そのパックはめっちゃいいから多分このシリーズいいんちゃうかなと思って何も調べずに買ったけど、うん、ストレスとかで左右されない健やか肌へ導くって書いてあるから、まあストレスとかで肌理解揺らぎがちなのでだから買ったんですけど、うん、今日から使ってみます。もらったんですよサンプルで、うん、美容液クリームが入ってるわ。2つある、うん、あげよう。え、マジ？うん、で、リカは、うん、全部合計してみたら3万1000ぐらいでした、うん、リコは全部合わせて2万4000くらい。1日にあんま使うことないかな。そう、でも1日休みで今日ほんまに、うん、で、今日は絶対買おうって決めとったから、うん、今日ぐらいいいんです。明日からあの節約生活します、うん、ストレス発散できましたか？めっちゃストレス発散できました。もうルンルンで帰ってきました、うん、今日は。はい、というわけで皆さん今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。それでは最後にチャンネル登録と高評価、そして SNS のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。